というわけでですね、ちょっとね、あれですよ、ボランティア先のね、ハイエースってやつですか、今乗ってんの。ちょっと怖いんですけどね、なかなかあれですね。でも運転席がこれ高いんですね、ハイエースってね。あのこれね、昔あのなんか友達のね、あの引っ越しを手伝った時、これでね、なんかガソリンスタンドでかなんかなんかね、老人ホームのあのポールかなんかにね、腹をガリッとやっちゃったんでね、あんまいい思い出がないんですよね、この内輪差でね。そういえばどっかね、あ、そういえば二重橋のね、北の事務所にいた時にあれでしたよね、なんかそう、どっか行ったんですよ。あ、あれだ、坂田鶴岡行ってね、庄内空港ってあるんですよね。庄内空港っていうしょうもない空港があるんですけど、でそこでね、一緒に行ったね、会社の人がね、でかいね、この、一番でかいハイエースのね、なんか、8人だか9人ぐらい乗れちゃうやつをね、それをなんかチャーターしてくれてたんですよね。それで、なんか一番ね、PayPayのね、確かね、まあ、大学出てね、まだ、1年か2年みたいなね、ちょっとなんか、ちょっと抜けてるあんちゃんがね、ドライバーやっててね、で皆さん乗りましたかなんてね、一丁前にやっちゃってね、今から出発しますなんてね、行きますなんてね、はーいっつって言ったらね、ガリ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 ってね、もういきなりあれなんですよね、駐車場からね、車出した瞬間にもうほら、内輪差のね、罠にはまってしまってね、なんか隣の車をね、思いっきり引っ掛けてしまったというね。でまた隣の車のがなんか変なね、なんかつるっぱげのね、なんかイデラッキョみたいなあんちゃんとね、であとなんかつるっぱげとなんかね、もじゃもじゃ頭のなんかレゲエのね、兄ちゃんみたいなね、兄貴、お兄ちゃんで、ね、なんかちょっとね、ちょっと危ない2人じゃないかみたいなね、感じがしたんですよね。それ見た時にこれなんかね、因縁つけられちゃうんじゃないかなと思ったらね、でしょうがないから、一応ね、あれだったんですよね、なんか、要は事務所3社ぐらいで、10人ぐらいいたんで、どうしようかっつってね、ですぐ代わりの車を手配しますなんてね、で代わりの車で我々行って、でほら事故の実況見分とかいろいろあるから、その若いあんちゃんとね、もう一人ぐらいは残ってで、でその日宴会やったんですけど、でまたねあれなんですよ、坂田がね、坂田はさ、そう、酒の田んぼって書くだけあって、酒も美味しいしね、飯もうまいんですよね、港があって、あれですよ、私ね、あそこで初めてですよ、タラの白子なんてね、生臭い変な、なんだこんな食い物なんて思ってたんですけど、初めてね、あそこで、ね、タラの白子のね、なんかなんかあれですよね、なんつうの、酢醤油みたいなのにね、つけたやつとか食ってね、だすごいうまかったですよね。あとね、天ぷら、あれ美味しかったな。でね、やっぱね、新鮮じゃないと臭くなっちゃうんですよね。だからほら、二重橋のクソジジイなんてもう新鮮さを失われてますからね、全てからね。だからカレー臭がしちゃうんでしょうね。あとね、あれですからね、夜中ね、正面とか漏らしてますからね、あれね。だからほら、アンモニア臭が体に染みついちゃってるんでしょうね。でほら、何、天下りはね、天下りの口草じじいはなんかね、もう歯がガタガタでね、多分 歯をちゃんと磨いてないですからね、だから口臭いんでしょうね。っていうところでね、なんか意外とあれだな、意外と大丈夫ですね、これね、ちょっとね、あれなんですよ、ちょっと今度ね、このハイエースでね、あれなんですよね、全国をね、回って、あれです、キャラバン隊でね、なんだっけな。あれ、あの人みたいに、何でしたっけ、あれ、菊次郎の夏でね、なんか全国放浪してるね、なんか優しいおじちゃんっていうね、人がいるんですよね。でそのなんか優しいおじちゃんがなんかね、遊んであげましょうよなんて、ね、子供がいるんですからみたいなね、確か
たけしとかがね、なんかふざけてたらね、なんかそういう冷静な一言を返すっていうね、あれが結構面白かったんですけどね。っていう感じでね、その優しいおじちゃんみたいに、もう全国をね、あれですよね、北は北海道からね、南は南千住までね、ぐる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 ね、いろんなとこ回ってね、あれですよ、車中泊とかしちゃってね、道端でね、うんことかしちゃってね、それであれですよね、北は北海道からね出てきてね、で、あれですよね、各地の名産物をね、海産物でも何でもいいんですけどね、箱に入れてね、二重橋のクソジジイに届けようなんつってね、でピンポーンなんつってね、ああなんてね、ビート手口ですけどなんてね、いろいろとご迷惑をおかけしましたんでなんてね、北のね、海の幸とね、山の幸をね、お持ちしましたなんてね、あらーなんてね、ありがとうございますなんてね、あれですねっつって、すいません、奥様、旦那様が帰ってくるまでね、この箱は絶対に開けないでくださいよなんてね、ちょっとね、あれなんで、旦那様を驚かせたいのでなんてね、まあありがとうございますって、ちなみに中身は何なんですかなんてね、北海道の鮭とね、カニとね、ウニとね、あとはですね、何でしょうし、北海道で取れたあの鹿とかですね、そういうジビエとかですね、あとは何でしょうね、前沢牛とかね、そういうのがね、すべてね、私が、全国津々浦々のね、うまいものを全部ね、セットにしたものですからなんですね、わーなんて、ありがとうございますなんてね、でね、これにはね、裏があるんですよね、全部ね、全部品物は本物なんですけど、ずっと津々浦々はね、私が、このね、ハイエースでブラブラね、あ、ブラブラブラしてますから、でその間ね、一回もね、冷蔵なんてしてないわけですからね、もう東京に着く頃にはドロドロに腐っちゃってね、東京つか関東に着く頃にね、でそれを知らないでね、うんなんてね、どうしたんだいなんて言ってね、帰ってきちゃってね、バカがね、なんてね、会社でお世話になった方がね、なんか届けてくださいましたよなんてね、うん、そうかなんてね、私も偉いからななんてね、そんな高級なものがなんてね、バンって開けてみたらね、ドヒャーってね、ものすごい匂いでね、もうみんな腐っちゃってね、ドロドロに溶けちゃってね、で開けた途端その飛び散るような仕掛けとかしちゃってね、うわーなんてね、ドロドロの液体を全身に浴びちゃってね、もう何が何だか分かんなくなっちゃってね、ちょっと舐めたらね、うん、なかなかこれもうまいじゃないかなんてね、いい発酵を見せてるななんてね、バカだからそんなこと言っちゃってね、ということでね、そんなこともやってやろうかなと思いますよ、本当にね。ということでですね、そろそろね、あれですね、踏切をね、越えますので、踏切を越えたら終わりにしましょう。あれですね、でもなんかあれ、なんですか、これホイールベースが長いからですかね、ブレーキを止めた後のね、なんか戻りがすごいんですよね、ガックンっていう。ブレーキ緩めないとカックンブレーキになっちゃいますよね。あのチビのションベンジジイもね、あれですよ、なんかエルグランドじゃねえ、なんだっけあれ、アルファードベルファイア、アルファードか、あんなの乗らないでね、中古のね、10年落ちのハイエースでね、後ろで買ってベンチシートでね、で毎日送り迎えしてやればいいんですよね。であいつ確かね、あいつ地持ちなんですよね、地持ちだからほら地が悪化しちゃってね、シートが鮮血に染まるなんつってやってね、あーちょっとおまわりがいるからやばいな、おまわりがいるからね、携帯をじってたらなんかまたイチャモンつけられそうだからね、ちょっと待ってください、あーいいか、よし、もうちょっとやろう。あのね、見えてきましたよ。我が母校。我が母校が見えてきたんで、その脇まで行きましょう。
あれ何の話してましたっけ。何でしたっけ。ああチビね、チビ。あのね、でかい車必要なんですよ。でどうしてもでかい車乗りたいっていうのは本当ね、10年落ちの魚屋かなんかで使ったね、あのハイエースでもね乗ってろっていう話ですよね。一番いいのはあのセブンイレブンのあのほら弁当配達のほら一人乗りの車ありますよね。であれのあれ乗ってもね、あほらあれ運転手しか乗らないから、お前てめえか車で来てんならお前勝手にてめえで車で来いっつってね、で走ってますでしょ。そしたらほらあのあまりにちびすぎてあのハンドルの上から顔が出てないんですよね。なんかあのあれです、無人の車が走ってますなんてね SNS かなんかに投稿されちゃってね、あれなんてね、あらららなんてね、子供が運転しているのかしらなんてね、ガラッと開けたらね子供よりちっちゃいジジイが出てきちゃってね、おまけに正面漏らしちゃってね、うわくせえなんつって言われちゃってね、いやほんとそんな形でね、はい、母校の前でじゃあ母校に向かって敬礼しましょうかね。はい、ということで。